はい、暗号通貨ニュースです。速稼塾の久保がお届けします。まあ、暗号通貨全般的に急落が収まって、まあ今ね、底固めする時期が来たんじゃないかなと思いますよね。まあでも何千もの銘柄がありますんで、全部が底固めっていうとね、またね違うものが出てくるよとね、個別の案件出してきて、いやそうじゃねえよっていう意見もあると思いますけども、まああくまでも私の見てる範囲ですからね。私はもう本当限られた通貨しか見てませんし、そんなにあれこれと分析する暇がありませんので、すいませんけども限られた通貨だけになってきます。まあでもね、どんな方でも意識するのはビットコインだと思いますけども、結局ビットコインがこの400万円ね、だからそうですね、まあ、400万円と言ってもいいかな、まあ本当はねドルで見た方がいいんですけども、分かりやすく400万円と言っておきましょう。実際はだからドルで換算すると380万円前後、ここを割らないようなサポートラインができるんじゃないかなと、それを作っているのが今の時期だと思うんですよ。でまたね、これ500万円とかに向かっていく時期が来ると思いますし、それはだいたい8月ぐらいまでに500万円乗ればいいんじゃないのみたいなところで見ていけばいいと思うんですよ。まあ最初のね 1-3ヶ月で見ているように、今年以内に1000万とか2000万みたいなね、そんなところは分かんないですけども、まあ、500万今年中に回復すればおんの字じゃないかなっていうところでございます。それからイーサリアムですけども、イーサリアム一時期50万に迫る勢いだったんですけども、今27万円ぐらい落ち着いてますということでね、もう20万円割らないような底固めは作っていけるんじゃないかなっていうのが私の見方です。リップルもそうなんですけどもね、やっぱりねこのサポートは割らないだろうというところをたびたび言われるようだと、まだ価格が不安定だというふうに見ざるを得ないんですよ。その中で体の枝というのが検討しているのは、やっぱりステーキングが進んできたからでしょうね。現在169円ですけども、さすがに体の枝150円割るのは非常に難しくなってきますと同時に、200円をまたね突破していくのももうちょっと時間かかると思いますけども、いずれにしても150円から200円の間のレンジで今推移して、そして抜けた方にねどんどんねついていけばいいのかなと思います。基本的にカルダネーダってステーキングっていう形がある限りね、これは多くの投資家さんが手放さないと思うんですよ。そしてステーキングによって付与されたカルダネーダがさらにカルダの価格を押し上げるというね好循環が生まれてますんで、まあカルダネーダばっかりのことを話すとね、いやステーキングが他にもこういうのあるんだよねっていうふうにコメント書かれるんですけども、私はねカルダネーダ以外のステーキング見てませんので、知りませんのですいませんいろんな知識いただいて、こっちの方がいいステーキングだよって言っても興味がありませんので、トータルで見てカルダネーダが最高に魅力的なんで、私は他の通貨見てる暇がないんですよ。言ってみれば結婚生活を送ってる時に他の若い女性が気にならないようなもんなんですよね。だから私全然ねこの浮気ができなくなってきてね、今でこそ例えば先日もリップルを全部手放してましたけども、もうリップルの意識が全くないですね今ね。それまではずっとね見たりとかね情報分析したんですけども、情報発信もしたんですけども、もうリップルね手元になくなった瞬間もうどうでもよくなっちゃいましたね。まあそれは当然ですよね、別れた女性に興味がないようなもんなんですよ。まあある男性はね別れた女性にもずっと未練があるみたいですけども、私はそういうタイプじゃなくて、もうここで線を引いたらもうさよならなんですよね。まあ、ですのでいつかね暗号通貨を全て手放した時は、あれほど一生懸命暗号通貨の放送したけども何だったんだろうって思うかもしれないですね。同じように今アフィリエイトに全く興味がないのも、トップアフィリエイターとしてずっと長い間君臨した私がね、本当に自分だったんだろうかと思えるぐらい別世界に来たってことなんですよ。今でもランキングを見ると懐かしいなと思ったりね、アフィリエイトセンターからカムバックの要請が来るんですけども、今私は投資家ですからね、この YouTube のアドセンス報酬が入ったらもう十分でございます。はい、ということで今日は暗号通貨ニュースなのか私のね雑感なのか分かりませんけども、お話してみました。まあまたね暗号通貨のことについてお話ししたいと思います。まあ希望のあるお話は今のところありません。特にねこんな要因があるから上がりそうだよってのはありません。私は暗号通貨見てるのもあくまでも軸においてるのはテクニカル FX の指標なんですよ。まあ、ですんでね、多くの方のこんなニュースがあるよあんなニュースがあるよっていうものに飛びつく、そういうのとはね違うんで若干退屈かもしれないですね。刺激的なニュースがあっても別にそれに反応して動くような暗号通貨市場ではないと思うんですよね。ただイーロン・マスクさんはすごく大きかったですよね。これからあれですか、XRP のクレジットカードとかできるみたいですけども、いつになるでしょうかね。できたらいいなと思います。私の利益にあまり関係ないですけども、私は XRP から受け取るべき自分の力量に見合ったものをもういただいたんで、これ以上はもうね付け足しになってきますね。まあそういうふうに所詮自分にはもたらされない利益だったんだというふうに自分の力量をしっかりと見定めるのも大事かなと思いますけどね。本日は以上でございます。ありがとうございました。